どうも、アトムです。今回ですね、ユニクロ U を今まで購入してきた中で、おすすめのトップ5っていうのをご紹介していこうと思います。僕、アトムなんですけど、今までユニクロ U だったりとか、ユニクロや GU を中心として、おすすめだったりとか、コーディネートをしていきました。今作の2020年春夏のユニクロ U は、かなり激アツアイテムばかりでした。まあ、その中でですね、実際におすすめのトップ5っていうのを選んでいこうと思います。おすすめのトップ5っていうと、必ず1位はあのアイテムなんじゃないかって思われるんですけど、あのアイテムは抜くことにします。まあ、そのアイテムっていうのがエアリズムティーになるんですけども、こいつはねもうダントツでナンバーワンなので、この子はですね実際に抜きにしてやっていこうと思います。もうワンピースで言うと黒ひげみたいに感じでですね、もう能力の良いところ取ったばっかりのね T シャツみたいな感じで、まあ、本当にめちゃくちゃいいアイテムになってる。まず早速なんですけど、5位なんですけども、こちらのアイテムになります。じゃん、フーデットコートになります。このアイテム、何がいいかというと、デザイン性、機能面、かなり優秀でした。値段はもちろん 14,900 円とかなり高いアイテムになるんですけども、かなりですね、着方によってはですね、質のいいものになっております。このアイテムの特徴としては、基本的にこう、モード寄りに着ることもできますし、あとはですね、着方によっていろんな着方っていうのができます。もちろん、フルオープンにしてコーディネートすることもできますし、上のボタンを3つか2つぐらい止めてあげて、下を開けてあげてコーディネートすることも可能ですし、いろいろな幅を利かせたコーディネートっていうのができます。結構このモード寄りなコーディネートが好きだったりだとか、いろんなね、コーディのパターンっていうのを組み合わせたい方とかはね、すごくおすすめだと思います。僕自身はですね、初心者の方がもしこのコートを買うっていうんだったら、正直やめた方がいいかなとは思います。なんでかっていうと、かなりですね、ここの首元の部分っていうのがすごくコーディネート難しくなっているので、基本的にもし買うとしたらですね、他のロングコートを買うことをおすすめします。はい。もちろんですね、一着ロングコート持ってるよって方とかだったら、ぜひですね、こういったロングコートをチャレンジしてみていかがでしょうか。帽子がついているので、カジュアルさを出してくれて、かなりね、かっこよく着ることができます。これちょっと言ってなかったんですけども、腰の部分にですね、腰の部分にボタンがついてるんですよ。これの役割っていうのがですね、ウエストの部分を絞ってくれるんですね。なので、通常のロングコートに比べて、ウエストの部分がちょっとね、これ広いなと思ったら、キュッとね、ちょっと締めてあげることが可能になります。もちろんこの腕の部分っていうのもボタンでね調節できるので、こういった、まあ、機能面含め、あとは驚きのね、なんと防水効果もなんと最強になってるんですよ。ぜひね、僕ちょっと実験してるんでその動画を見ていただきたいんですけども、機能面デザイン面本当に優秀なアイテムでした。これがね今回の5位になります。次の4位はこのアイテムになります。オーバーステッドブルーパーカーになります。最初正直はですね、あんまり良くないんじゃないかなと思いました。サイズ感がいつもよりですねちょっとちっちゃく感じた方多分たくさんいらっしゃると思います。その中でも何が良かったかっていうと、もちろんね着丈、僕ワンサイズ上げてLサイズできてるんですけども、それでも丈感っていうのがジャストな感じだったんですね。まあ正直それは最初ね抵抗があったんですけども、着てみるとですね意外とすごくシルエットもいい感じで、こんな感じになって、丈はジャストなんだけども、腕の周りに膨らみがあったりだとか、腰の部分もボクシーシルエットになってるとはいえ、かなりですねこうゆったり作られているので、若干こういつものねサイズよりワンサイズ上げてぐらい着てあげると、かなりかっこいいシルエットっていうのができます。パーカー自体もねすごくユニクロ U のパーカーだったり、ユニクロのパーカーってかなり優秀なので、これはね本当にいいアイテムだなと感じました。コスト的にもねかなり3990円と買いやすくなっているので、すごくねおすすめです。このベージュの色かなり綺麗なので、これ特におすすめ。第3位はこちらのリネンスタンドカラーシャツになります。今回ですね、僕、まだこれね、紹介もしてないんですけども、これは、本当に、シャツの中でもかなり優秀なシャツでした。ネット上から、これの画像が全部消えてるレベルで売り切れてるアイテムになります。これ、着た時の感覚だったりとか、肌触りっていうのはね、かなりいいです。正直僕、リネンっていうのを、あんまり好きじゃないですよね。なんでかっていう、すぐシワになったりだとか、まあ、風合いっていうのがすぐダメになってしまうからなんですね。なんだけど、今回のユニクロ U のリネンスタンドカラーシャツ、触っていただくと、いつもよりですね、まあ、ここの表面っていうのが、まあ、いつものリネンになっているんですけども、首周りのね、ここのスタンドカラーの部分とかが、非常に素材感リネンに含まれてるんだけど、硬く作られているんですね。なので、すごく、
タンドカラーシャツとしてもかなりシルエット綺麗に見えることができるし、これの何がいいかっていうと、ここの横にスリットが入ってることによって、いつもよりね、シャツ普通に着る感じよりかはおしゃれに絶対見えるはずです。リネンのスタンドカラーシャツなんですけども、もう夏だったりとか、もう全然ですね、ユニクロ U の綺麗めなパンツとかと合わせていただいたら、すごくね、かっこよく着ることもできますし、スキニーとかワイドパンツでも、すごくね、これ1枚で簡単に綺麗にコーディネートっていうのができるので、これはね、すごくいいなと思いました。これなんですけども、もしかしたらエアリズム同様に再販される可能性は高いと思います。まあ夏物に近いので、これもね、再生産されるかなと思っております。もともと僕働いたんですけども、こういったユニクロの夏物っていうのが、こういった早めの時期に売れることによってですね、まあ再生産される確率っていうのがかなり高いんですね。なので、逆を言うと、ユニクロ U とかをもし買う時とかはですね、逆に春物っていうのを先に買った方がいいです。まあ、なんでかっていうと、春アウターだったりとか、そういったものって、売れたら再生産されるかって言ったら、再生産される率っていうのがかなり低いんですね。なので、なるべくユニクロ U とか買うときは、春アウターとか春物を先に買ってから、夏物とかに手を出すっていう買い物の仕方が、僕が働いた時の経験としては、そういったね、買い方っていうのがおすすめになります。まあ、かといってね、こういった売り切れたものとかは、やっぱり再生産されて時期を待ってしまうので、こういった人気になりそうなシャツっていうのは、あらかじめ、まあ予想っていうのは難しいと思うんですけども、まあそういった目処を立ててですね、ぜひ買い物していただくと非常にですね、まあいいんじゃないかなと思っております。あとはですね、僕のチャンネルだったりとか他のね、ユニクロ GU を紹介している方のアイテムを紹介している時に、まあこういった夏物のアイテムとかはね、すごくデザインいいですよみたいな感じで言ったら、基本的に多分そういうアイテムっていうのは結構早く売れると思うので、まあ、そういったところでもね、チェックしてみるととってもいいんじゃないかなと思っております。第2位はこちらです。デニムのジャケットになります。これは本当にすごいです。もう何がすごいかっていうと、まあ、同じアウターで結構6990円台のアイテムかなり多かったんですけども、その中でも6990円の中でかなり群を抜いて1位なのがこいつだと思っております。なんでかっていうと、すべてのデザインにおいて完璧だし、デニムの風合いだったりだとか、このシルエット感、このステッチの縫い方、このボタンのあり方、この ポケットのあり方、すべてを含めて6990円では絶対できないアイテムだと思っております。まあ、なんでかっていうと、その動画はね、デニムの紹介した時にわかると思うんですけども、こういった腕周りのステッチもかなりね、綺麗だし、こういった襟元のね、ちょっと丸みを帯びてるけど、こういったちょっと襟が広く作られたりだとか、若干ですね、こういったポケットもかなり広くて、さらに考えられているのが、ここのね、斜めのカッティングが入っていることによって、男性の方がね、普段歩っている時も手を入れやすくできてるんですね。これは本当にいいなと思いました。あとはね、もうデザイン着た時に、基本的にこういった濃い色のデニムって、かなり下のパンツの色ってのも、なるべく考えないで合わせることができるんですね。なので、白のパンツだったりとか、茶色のパンツとか、黒のパンツとか、ダークグレーのパンツ、なんでもいいんですけども、そういったパンツともかなり相性がいいので、気軽に着れちゃうんですね。既存のデニムジャケットと、このユニクロ U のデニムジャケットを、例えば、下のパンツをデニムとしてセットアップした時にですね、まあ、どっちがちょっとカジュアルでおしゃれに見えるか、どっちがちょっとごつくてデニム感が増すかって言われたら、デニム感が増してちょっと攻めてる感じをしているのは、既存のデニムジャケットと合わせた時なんですね。こっちはどっちかというと、ちょっとテーラージャケットみたいな感じの大きさになっているので、非常にカジュアル感が増してですね、セットアップをした時にも全然抵抗なくね、合わせることができます。さらには若い方だったりとか大人の方でも、まあ、非常にこれ1枚着ることによって、より大人っぽく綺麗めのコーディネートっていうのが実現できると思っております。まあ、それくらい本当にふさわしいアイテムですし、これはね、本当に値段以上の価値っていうのがかなり詰まっているなと、いうアイテムになってると思います。前から見てもね、本当にユニクロらしさを感じないってところもかなりポイント高いところかなと思っております。はい、待望の第1位はこちらになります。はい、セットアップのテーラージャケットになります。リネンのやつではないんですけども、こちら何が1位かというと、ジャケットではなくてですね、こちらのパンツになります。これはもう極めて
エアリズムを抜いたら断然に1位なアイテムだと思っております。僕、もともとユニクロで働いたことがあるんですけども、今まで働いてきた中で、パンツ、いろんなパンツだったりとか、購入してきた中でいろんなパンツユニクロで履いてきました。その中でも、確実に1位を取れるパンツだと思っております。もうそれぐらい断言できるような、素材感、シルエット、履いた時の履き心地、完全に1位だと思います。履いた人がいたら共感できると思うんですけども、基本的にこれの何がいいかっていうと、履いた時のシルエットがそこまで太すぎずに、かなりスラックスみたいな感覚で綺麗に履けるっていうところがポイントになります。さらには、センタープレスがかかっているんですけど、これかかっていることってより高級感っていうのを感じることができます。そして、これ、何が感動かっていうと、このね、裏地ですね。はい、この裏地履いた時の感覚っていうのが本当に肌当たり優しくてかなり気持ちいいんですね。これぜひ体感してほしいんだけど、これは本当に履いた人にしかわからないレベルで本当にいいです。ちょっと画像を見てもらいたいんですけども、ユニクロのモデルさんが履いてるような感覚あるじゃないですか。このパンツに合わせて今サンダル履いてると思うんですけども、こういった感じで夏に使っても、しかもサンダルって結構カジュアルめの要素がかなり強いので、こういった綺麗めなパンツと合わせることによってより大人っぽいコーディネートだったりというのが実現できるんですね。なのでこういったアイテムをね、サンダルと合わせてみてもすごくかっこいいので、ぜひこれはおすすめしたいアイテムになっております。あとの詳細のね、いいところっていうのはもっともっとですね、セットアップの動画で語っているので、そこもね、見ていただけるととっても嬉しいです。はい、今回はこんな感じでいかがでしょうか。ユニクロ U のアイテムおすすめの5選を選ばせていただきました。皆さんのお気に入りのアイテムとかもね、ありましたらとっても嬉しいです。次回はまだ紹介してないアイテムとかもいろいろあると思うんですけども、今週の土日ぐらいにですね、ぜひユニクロ U のアイテムを使って僕が考えられる限りのね、コーディネートっていうのを実践していこうかなと思っております。なのでですね、ユニクロ U のアイテムを使った動画っていうのを、まあ、上げていきですね。あとはパンツとかはね、ちょっと少ない部分があるので、ちょっとユニクロのパンツだったりを使う可能性はあるかもしれないですけど、ぜひですね、ユニクロ U を中心としたコーディネートっていうのを僕の考えられる限りで限界でやっていこうかなと思っておりますので、ぜひですね、参考にしていただけるととっても嬉しいです。僕のチャンネルは初めての方に向けてユニクロや GU を中心としたコーディネートの情報だったりだとか、あるいはトレンドのファッションの情報、他のブランドを使って実際にコーディネートをしたりだとか、いろんなファッションの発信っていうのを行っております。ぜひですね、チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。今回はね、こんな感じで終わりにしてもいます。最後まで聞いていただきありがとうございました。